謎を解け。なぜこの少年が突然映像が良くなったかと言いますと、出川さんのスイカやカボチャを入れたという発言を受けて謎が解けました。少年を囲むようにスイカを入れる、これが正解です。間違いありません。ミステリーの真相はアメリカニューヨークで起こったミステリー。急に子供の寝相が良くなったのか。我慢できなくなったフレッドが庭から身を乗り出して覗いてみると、あれ、布団を蹴っ飛ばしてるじゃん。実はフレッドは大きな勘違いをしていたのだ。男の子は急に布団を跳ねのけなくなったわけではない。しかしいつものように布団を跳ねのけた次の瞬間、実はこれ、布団の中にコンピューターが内蔵されている。蹴っても蹴っても人を追いかけ覆いかぶさるという超ハイテクな布団だったのだ。そのためどんなに寝相の悪い子供でも寝相が良くなったかのように見えたのだ。この動く布団の開発者ニコラスさんに話を聞いた。僕も子供の頃寝相が悪く、よく風邪をひいたんだ。母に迷惑をかけたから、この動く布団を作ったんだよ。どんなに蹴飛ばしても、対象となる子供をきっちり追いかけるのだ。クローリングブランケットと呼ばれる動く布団の中には、タコの足のような超軽量の骨組みが入っている。布団の寝心地を聞いてみると、まるで布団が生きてるみたいで心地いいの。とっても不思議な感じだわ。ニューヨークをはじめ世界各国で展示会を開いたところ、大人から子供まで大きな話題となっている。急に子供の寝相が良くなった真相は、誰よりも優しい母親代わり。